はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は算数基礎講座、犬の動く範囲の3回目ですね。早速やってみましょう。の前に、この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。さあ、では早速やってみましょうね。次のように犬がつながれている時、犬が動ける面積はほにゃ平方メートルでした。さあ、今度6メートル、一辺が6メートルの正三角形のこれ柵があって、この中には入れません。9メートルの綱でつながれている犬がいます。さあ、この犬は一体どれぐらい動けるのかね。さあ、まずね、9メートルで目いっぱい動けるのはどこまでかっていうとね、まあここで使えちゃうね。ここで使えちゃいます。9メートル。で、今度ここ、3メートル余りますから、こっからこう来て、こういうふうに、半径が3メートルで、中心角、正三角形の一つの角60度ですから、120度の扇形ができますね。半径3メートル、中心角120度の扇形。さあ、ここから上は9メートル広々と動けます。さあ、そしてここでストップですね。ここでね、ここからここまで9メートルで、今度3メートル余りますけれども、外ね、このでかいね、のは半径9メートルで、中心角はここ60度ですから300度になりますね。さあ、そして最後、この3メートル飛び出てるところは、ここからこういうふうにやって、ここまで来ますね。ここ3メートルです。ね。で、ちょうどここですよ。ここと、ここぐるっとと、ここね。だから、半径が3メートルで中心角が120度の扇形が2つできます。そして半径が9メートルで中心角が300度の扇形が1つです。さあ、そうするとね、列式してみましょう。まずこれからね、 3×3×3.14×120 度2つですから、これ3分の2です。3分の1が2つね。足すことの、これとこれでこれですよ。9メートルで300度。9×9×3.14×360 分の300度。約分すると6分の5です。さあ、まだ計算しちゃいけません。3×3×3 分の2をやると、サザンが9、9の3分の2ね、1と3で3と6、3と2、6×3.14 になります、最終ね。さあ、9×9×6 分の5やると、 9×9×6 分の5、6と9、これね、2がもう余っちゃうね。さあ、2分の草 27×5 で135。これは嫌だね。2分の 135×3.14 になります。さあ、まだですよ、まだですよ。さあ、2分の30の137、135を2で割ると67.5。さあ、ここで分配法則です。6たす67.5かける3.14。さあ、6たす67.5、73.5になります。さあ、最終は73.5かける3.14になりました。3.1を下にしましょう。73.5かける3.14。4、5、20、7、3、12、7、7、28で29だね、これ。5、3、7、5、3、15、サザンが9で0、1、3、7、20、22、09、12、17、0、3、2、
小数点3つですか、230.79。なんか、いいの、これで。もう230.79でいいんだ。こうね。230.79。犬が動ける範囲は230.79平方メートル。ね。さあ、このコツは9メートルでぐるっと300度だってことね。で、ここ3メートル余って、半径3メートルで120度。こちらも半径3メートルで120度。ね。これが分かったら、式して分配法則まで持ち込んでください。いいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。